武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年首都大学東京の地理の勉強方法について話していきたいと思います。首都大学東京の地理、試験時間は90分間で、配点は150点から200点と学部によって変わってきます。大問構成は全部で3題出題されています。首都大学東京の地理の一番大きな特徴は、データやグラフが与えられていて、それに基づいて記述問題を書かないといけないという点です。かなり多くのデータや図表が与えられているので、そのデータや図表の分析ができるという力を鍛えていく必要があります。具体的にはまずセンター試験の問題を徹底的にできるよう仕上げていってください。センター試験の問題が高得点が取れるようになったら、納得できる地理論述という論述用の参考書に入っていきましょう。納得できる地理論述では、特にそのデータや図表を用いた記述論述問題の対策を重点的に行ってほしいと思います。最後は過去問演習の中で首都大学東京の実際のデータや図表を見ながら論述問題を攻略していってください。今回は以上です。